花壇に撒いたり、畑に撒いたりしたら自然となくなるものか。二毛作いうのと二毛作とどうちゃうの？二毛作いうのはこれ二回取れんの。二毛作っていうのは、二毛作はまたあれや、ほっといて。二毛作っていうのはほっといてもう一回米作るよ。そうそうそう、気候がやっぱり冬になったらもっと上がるもん、寒だったら、温度がもうそんだけの温度が上がるんで、もう2月ぐらいから田植えさんとは。7月ぐらいに収穫したやな。それから植えたらまたできるかもしれない。でもできるんやろな。だいたいこのここへこう黒くなってきたら水かけるんですか。いや、もうちょっと。おお、そうなのやろ。うん。足が。うん。まだやんねん。黒いの出てきたで。これやろ。うん。そんなん一緒やで。名前つけてタコ売ろう思ってさかいに。まあまあそれはあるわ。味は変わらへん。うん。茶っぱしいからや。うん。粘りあるやろ。一時の例外でコシヒカリが温度に低い温度に弱いさかいに日本中で全滅しましたよ。
そやけど今度は温度が高すぎて年が長いよ。もうトイレに持ってきよんでの、うん、国が国策や日本の農業を潰そうとしてね。日本の農業を潰してしまうんですよ。そんな輸入だけ雇ったら無理よ。日本の自給率は低いもんの、うん、あれなんでやろの。いやみんなしんどいことするの嫌やし、で田んぼとか畑を放棄してもな、うん、人に売らへんやろ。先祖伝来の土地やったらもんで、ネットで世界が潰された。メールやネットでこれ書きますね。へえ。この白いやつあるやろ、はあ、なくすねん。こうしてああこうして、はあ、でこうして書きました。白いやつは焦げていくやろ、はあ、こうして、はあ、ほとんど黒いやつ。ところはこの底の方がな、これ白いやろ。もうそれはしゃあないな。いやそれはな、黒すんのに。めんねやつして。もう鉄板で炙るしかないな。それは一番やな。うん。あ、でもあれやな。こういう出来事やろ。うん。この富士山、これ見さ、上だけやったら綺麗やろ、これ、うんうん、これ見さ、うんうんうん、いろいろ下がってきたね。いや、下げていいのよ。あ、そうか。下げまして、下げ、これこの辺が、これ、うん、あんまりやったら火消えそうやな。消えへん、大丈夫や。消えへん、うん、こいつはもう絶対消えへん。絶対灰になるまで。ああどういうこと。だいたい色があるやな。消えへんのにな。消えへんねんな。何や。火は消えへんよ。うん。はい。よいしょ。